がれるでしょう。逃げられぬぞ。お前を倒したくはない。やめろ。ハンガリー道を見つけるぞ。どうやら頭っかい。私が思いますに。やれ、そっちじゃない、ファルコンだ。
ってるよアルス。慌てるな、今出る。これより高速にジャンプする。敵が近づいてるわ。そうかい、まあ見てな。ですから先ほどハイパードライブが損傷してると言おうと高速に移るのは不可能。なら腕づくだ。よし注意、準備は。構え、揺れるぞ。だろ、余裕だな。数は減ってるだろう。うまくいってるってことだ。グズグズしていられません。スターデストロイヤーから早く逃げないと。追跡を振り切る。よし、レーダーアンテナを攻撃しましょう。タレットもな、あれは射程が長い。任せろ。普通のレーザー砲じゃかすり傷も与えられないわ。プロトン魚雷が必要よ。違う、玉山271。まさか小惑星帯の中に突っ込むつもり。敵もビビって追ってこないだろう。あの小惑星帯の中を無事に通過できる確率ですが。確率なんて知るか。するんです。俺も今朝まではこんなことする予定じゃなかったぞ。
ここいらを見てみよう。あの、一体どちらに向かって？あのでかいのに接近するぞ。接近？接近？見ろ、いいとこがあった。何をしてるか分かってる？さあ、どうかな。いや、間違いじゃない。別のコースを取るんだ。惑星ダコバへ向かう。ダコバにヨーダというジェダイマスターがいると言ってた。修行してくれるって。都市や工場はないようだけど、強い生体反応がある。きっと何か生物がいるんだ。